コニンブリガは、ポルトガルのコインブラ県にある、ポルトガル国内では、最大級の古代ローマ遺跡。コインブラの南南西1 6トルにあり、最寄りの町は2キロメートル離れた、コンーシャの場である。コニンブリガという名前は、コーニム、岩が、ゴロゴロとした土地と、ブリが、要塞が語源であると考えられている。コニンブリガは、ポルトガルで最大の古代ローマ遺跡ではないが、 最も良い状態で保存されたものの一つである。古代の紙壁の一部がそのまま残っている上、多くの建物の基礎だけでなく、モザイク床も残存している。浴場跡では床面が崩落してしまっているため、蒸気の通り道として作られた暖房用のダクト跡があらわになっている。この遺跡は2000年現在10%程度が発掘されているに過ぎない。他の遺跡と同じく、 この遺跡もいくつもの時代の遺構が、相乗に積み重なっており、最も古いものは、紀元前9世紀頃の旧敵器時代まで遡ることができる。ローマ帝国の支配が及んだのは、紀元前139年のことで、デキムスユニウスブルートスカルダイクスが、ローマ軍を率いて、イベリア半島西部に侵攻した時に、すでにあった、ケルト人の街を新たに作り変えたものである。 その後大いに栄えたコニンブリガも、蛮族の侵攻により468年に陥落。市民はエイミニアムに移り住んだと言われる。コインブラからコンデーシャノバへ向かうバスのうち、1日4便のみ、コニンブリガ遺跡駐車場まで延長運転を行っている。コインブラの出発時間は9時、9時30分、12時30分、15時30分の4便。 コインブリ遺跡の出発時間は12時55分、16時25分、17時55分の3便。所要時間は約30分から45分である。なお、コインブラとコンデーシャノバの間は30分に1本の割合でバスがあり、コンデーシャノバのバス停からコインブリが遺跡までは約 2.5km である。コインブラからタクシーに乗れば15分程度で到着できる。 片道20ユーロ前後。5人ブリガの5原バス運行状況参考文献。ロンリープラネットポルトガル及びトラデブジョアルト時刻表。ありがとうございます。